柴田博之は、滋賀県立東市出身の元プロ野球選手。滋賀県立立東高等学校では3年春県大会優勝。東北福祉大学では4年春に、首位打者、東塁王、最優秀選手となり、大学選手権、ベスト8、また秋の明治神宮大会では、準優勝。1998年のドラフト4位で、西武ライオンズに入団。 一年目の1999年は、中堅士として5試合の先発出場を含む26試合に出場し、3盗塁を記録した。2001年は113試合に出場して、レギュラーに定着。規定打席到達には惜しくも13打席足りなかった。ものの、20盗塁、リーグ最多の3塁打8本を記録した。同年オフに、左肘じ帯の損傷が発覚。 左手首からの人体移植手術を行い、復帰までに8ヶ月を要した。このため内野への返球すらままならなくなり、以後数年間は一軍で外野手として起用されることは少なかった。2003年は開幕戦で6番 DH で先発出場。DH のレギュラーには定着できなかったが、規定打席未満ながら3割を打ち、18盗塁を記録した。 2004年、伊藤勤監督が就任。1番 DH で起用する方針であったが、レギュラー定着はならなかった。投類は自己最多の22個を記録した。2005年はシーズン1安打に終わり、翌2006年は1軍出場なしに終わる。2007年は先発出場は3試合を含む7試合のみの出場に終わり、同年10月27日に、 戦力外通告を受けた。現役続行を希望して2007年オフの12、球団合同トライアウトを受けたが、声がかからず、現役を引退。この一連の様子は、TBS のドキュメンタリー番組、プロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちで放送された。野球塾、野球ま2008年、5月から、東京都東山都市向原で、トムス野球塾を開校。 倉庫を改造して作った室内練習場で、小中学生、一般男性は、もちろんのこと、幼児クラスや女性クラス等も開設し、野球を指導している。同年12月、TBS のドキュメンタリー番組、バースデーでその後が放送される。2010年5月に、日刊スポーツウェブ版のコラム、日刊いいまいでございますで、引退後期として、選手時代、 引退の様子そして現在の状況が紹介されている。2012年3月末で一心上の都合により、トムス野球塾を退社し、5月より西多摩郡水保町で野球塾、野球馬を開校した。父、敏明は元日本中央競馬会騎手で、柴田政権元町教師とその弟のダービージョッキーの柴田正人元町教師をお辞に持ち、柴田義富騎手がいとこ。 その息子の柴田健闘級務員は、遠赤という競馬一家に生まれた。小さい頃は、本人も父の後を継いで騎手を目指していたが、体格が騎手向きではなかったこともあって、その後競馬よりも野球に熱中するようになる。競馬一家という出自に加えて、自身の特徴である瞬足も、相まって競争馬のような、柴田王というニックネームをつけられた。 埼玉西部ライオンズの社会貢献活動あるいは講演活動に協力し、埼玉県内の小中学校及び高等学校で自身の経験をもとにした講演等を行っている。1999プロ野球プレイヤーズ名ースポーツ日本新聞社、大谷翔平に手術回避の進め、左打ちで経験者の柴田博之氏、日刊現代、 p2https コロンスラッシュスラッシュ www.nikkan-gen-dai.com スラッシュ ar-ti-cl-es スラッシュビュースラッシュスポーツスラッシュ237195スラッシュ22020年7月8日閲覧日刊スポーツ .com 日刊 EMI でございます2010年5月13日現西部柴田博之 トムス野球塾、引退後期、埼玉西武ライオンズ公式 HP 内、ニュース2010年2月4日、柴田博之氏が小学校を訪問。ありがとうございます。